皆様こんにちは。6月の23日午後12時43分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日木曜日の魔の木曜日の第1部のお昼のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。昨日のね、夜でございますけれども、私寝れずじまいということで、なぜなのか、あれでございます、夏の風物詩やつがね出現してきたということでございます。どっちかわかりますかね。あの G じゃないです、 K です。K の方でね、よろしくお願いします。カーです。ごめんなさいね。カーの方がね、出てきたということで、G はね、G がもし、出てきたら、当然でございますけれども、私は寝れないということで、カーの方がね、出てきたということで、わかりますか？あ、耳元をね、ブーン、ブーン、みたいな形で、ずーっと飛びまくっていたわけでございますよ。うんで、ここをね、退治しようと、家中の電気をつけてね、探していたわけでございますけれども、なかなか見つからずじまいでね、それこそ何時ぐらいだったかな？夜中の2時ぐらいかな？ 2 時ぐらいから、30分ぐらいかけて、バーッと探したんですよ。そしたら、もうね、何のあれか分かんないですけど、もう連チャンです。もう3連チャンぐらいね、退治しようもんならプーンみたいな、もうずーっとプーンプーンって耳元で言っているわけでございますよ。で、原因を調べたら、家の窓がね、全開だったというところでございます。窓でございます。窓がね、全開になっていて、もう退治しても入ってくる。退治しても入ってくるというね、永久、あれでございます。あちら、もう繰り返しでね、ずーっと顔退治していた。それこそ、眠りにつけたのが、4時過ぎぐらいだったかな。もう目が覚めちゃって、4時5時ぐらいにね、就寝をしたような状況になるわけでございますけれども、で、朝ね、パッと起きて、8時ぐらいに起きて、で、ちょっと、家を出ておりましたから、今しがた帰ってきて、収録にね、向かっているということで、よろしくお願いいたします。まあね、夏はね、G も嫌ですけど、K も嫌と、かも嫌ということでね、ここは昨日、私、ビットマン TV、惑わされておりました。で、昨日の、Twitter の方なんでございますけども、いろいろね、昨日もわちゃわちゃとツイートしておりましたよ。はい、パウエル、議長が、10時半過ぎだったかな、夜の、10時半過ぎに、まあ、会見というかね、FOMC の、ことに関して、まあ、話をしていたわけでございますけれども、まあ、ようやくというかね、まとめるんであれば、もういわゆる利上げ緩めねえぞぐらいのね、勢いでございましょう。インフレが落ち着くまで利上げはまあ、緩めねえよぐらいの勢いで、アメリカ国民は、利上げをしたとしても、そこに耐える体力はある、みたいな感じで言っていたわけでございましょうかね。ですから、まあ、緩める、手綱を緩めるね、つもりはないということで、ここがね、あったので、一旦グッと上がってはいっていたんでございますけれども、また売りがかかって落ちてきてしまったと、一旦ね、グッとこうね、元気良さが取り戻された2万と800ドルぐらいまでつけていたかな。そっからまた落とされて、今、2万200ドルぐらいにまた戻ってきているというようなね、状況にはなっております。で、こちらでございますね、私のワンちゃんでございます。おうちのワンちゃんでございます。村でございます。村ちゃん、紫というね、名前でございますけれども、もうね、私の息子が持っているカタツムリを、もうね、今かと、もう空レベルで見つめてるんですよね。こちらはね、対決としたら、当然でございますけれども、カタツムリが勝ったということで、さすがにね、カタツムリをバリバリ食っていたら、ちょっと私も引きますよ。さすがにそれはね、引くかだと。まあ、一応食うなよと。うん。食うなよとね、注意ツイートをしたわけでございますけれども、紫はカタツムリを食わずに、落ち着いたということでよろしくお願いいたします。私の息子がね、カタツムリを2日前ぐらいかな、雨が降っていたので、学校帰りにね、なんかゲットをしてきたという形で、今買っているわけでございます。カタツムリをね、こうなんかこうバケツみたいなのに入れて買っていると。で、それを私ね、もう必要に、見せてくるわけでございますよ。見てと。ね、とにかくカタツムリ見てくれと。いう形で見ていたら、向こう側から村も見ているという状況。もうね、食う勢いです。もう目がキラキラしているようなね、状況にはなっているわけでございますけども、なんとかね、救出ができたということで、よろしくお願いいたします。まあ、それが昨日のね、まあ、出来事。まあ、とにかく、寝ている時に蚊にね、もうとにかく襲われまくっていたビットマン TV ということでね、よろしくお願いいたします。で、行きましょう。まだまだ大会は続くということで、こちらでございますね、ビットマン TV とビットゲットさんのコラボトレード大会が、今、開催されております。一応、6月の28日、来週の火曜日まで大会がね、続くということで、ちょっと見ていきましょうよ。まだまだね、ご参加のほどお待ちしております。最終日まで全然参加はできるようなね、形になっておりますから、まあ私のツイッターの方を開いていただいて、上から下にぐーっと下ろしていただくと、こういった形でbitget.com というね、=90というリンクがあります。うん。で、ここをカットのグッとこう押していただければ、大会の専用ページにね、飛ぶということ。B というね、コインが金を持って差し上げているような状況でございます。はい。ビットマン TV でございます。6月の28日の、この日時までね、大会は開始されておりますから、まあ、ですから実質言うと、
6月の27日の深夜に終了ということでございましょうかね。で、今、収益額、そして収益率ランキング見ていただいたらわかるように、まあ、収益額ランキングはね、こちらは賞金がある。1、2、3位まで。ですから、3位以内、つまり今であれば先手座以上を、利益、収益額、利益額として計上できれば、まあ、3位以内には入れますよ、ということでございますね。で、収益率ランキングの方はね、賞金と、それ以外に賞金もね、用意しているということで、ここはね、ぜひともぜひとも楽しんでいただきたいなというふうに思います。一応、昨日ね、張さんに確認をしたら、賞金、あ、ごめんなさい、賞品ですね。賞品に、の方は、あちら、iPad mini がね、ちょっとすぐ手に入るかまだわかりません。他のものに関しては、まあ、大丈夫かなという感じなんでございますけども、ここもね、はっきりと来週頭ぐらいには、用意できましたよ、みたいな形で連絡が来ると思いますので、その後に大会が終了した後に、一応メンタルマネージャーと話していたのは、生配信の方でね、発表していきたいなというふうにね、思っている次第でございます。生配信の方で発表をしていこうかなというふうには思っておる次第でございますので、ですからまあ、これは先に言っておきましょう。来週、大会が終わり次第、はい、生配信をいたしますので、ちょっとこうね、平日であれば早い時間にしますから、あとはアーカイブにも残しておきますので、ぜひともね、ここ、大会に参加している方はね、見てみてください。よろしくお願いします。で、その後に、一応もう先に言っておきましょう。皆様のとにかくご協力が必要であると。今大会の商品の配布に関しては、皆様のご協力がね、実は必要なんですよ。うん。どういったことかって言いますと、今、メンタルマネージャーと考えているのは、1位の方から用意している商品を選んでいただくみたいな形でいこうかな。普通は、ほら、取引所がね、1位の方はこれ、2位の方はこれよ、みたいな感じで、多分取引所がもう決めてると思うんですよ。まあ、多分それね、楽だから。もう間違いなく楽なんですよね。ですけども、私とメンタルマネージャーは、その楽さってあまり面白くないよね、みたいな。だって別に1位の方が、まあ、ほら、プレステ5とかも3台用意してますから、プレステ5が欲しいとは限らないじゃないですか。うん。そういったところもあるので、一応、こうね、忘年会とか、あるね。そういった時、会社お勤めされてらっしゃる方であればわかるかなと思いますけども、まあ、忘年会みたいな感じでね、こう、ほら、ビンゴやったりしてから、選んだりできるところもあるんじゃないですか？そういった形でちょっとやっていきたいなというふうに思いますので、一応、収益率、ランキング、上の方から順番に選んでいただく。で、10位以内の方はとにかく選べるという形でいこうかなと思ってます。で、残り7商品が余りますので、この7商品に関しては私とメンタルマネージャーでね、ちょっとランダムでいくか、ここも、当選者、の方には、一応ね、こう、決めて、その方の、いわゆるまあ、ランキング的な上位の方から決めていただくような形でやってもいいかなと思うんですけども、まあ、ここはちょっとおいおい決めていきましょうと。まあ、とにもかくにも、皆様の協力が必要というのはね、言っちゃうと、上から順番に決めていただきますので、ちょっとこう、まあ、どうでしょうかね、ある程度こう、迅速なね、返信が欲しいなという形でございます。じゃないと、こう、例えばね、4位の方が決めないと、5位の方が決められないという状況に多分なると思いますので、ここはちょっと本当にね、このビットマン TV 専属大会でございますから、まあ、一応皆様とはね、ツイッター並びにテレグラムとかで連絡はできるんじゃないかなと思いますので、ちょっとここは皆様のご協力をね、よろしくお願いいたします。で、今、取引高、でございますね。取引高が5万テザー以上で、一応このランキングには乗るというような状況でございます。で、取引高が5万テザーを超えている方が73名様でございます。まあ、収益率がね、あまり芳しくは、やっぱりこう、下の方はね、あまり芳しくないんですけれども、まあ、やっぱりこう、トレードをね、してくれたか、トレードしてくれたということで、先ほど言いましたように、残りの7商品当たるかもしれませんよ。わかりませんよ。これはどう考えたってわかりませんからね。下の方全員が当たるとは言い切れないんでございますけども、何名様が、まあ、7名様のうちで、一番最後のね、方が入ってくるかもしれませんし、これはわからないと。まあ、一応これは、やっぱりこう、私たちがね、勝手に決めるとというかね、こう、くじ引きみたいな感じで、やっていこうかなというふうにも思いますので、やっぱりここは公平な形でいきたいなというふうに感じておる次第でございますから、まあ、いろんな方々にね、チャンスがあるということで、一応まだまだ登録期間と大会期間は同じでございますから、まだまだねご参加のほどお待ちしております。取引高が5万テザーって言いましたけれども、まあそこまで高くないところかなと思います。あと残された日数が来週火曜日までですから、今日含めると木金土日月で、まあ5日間ぐらいですか、実質ね。ですから5日間もあればね、5万テザーの取引高はクリアできるんじゃないかなと。まあ一応レバレッジをかけて、ほら日数もちょっと短くなってきたので、レバレッジをかけてねやっていかないといけないような状況になっておりますけれども、まあクリアするにはそこまで高いハードルじゃないかなというふうに思いますので、ここはぜひともね、参加なさってみてください。よろしくお願いします。この大会、第1回目の大会がうまくいけば、今73名様が取引高5万テザーを超えておりますから、一応私の中ではね100名様ぐらいがやっぱりこう超えていってほしいなと思います。うん。で、やっぱり100名様
頭ぐらいを超えていければね、第2回第3回大会という形でやっぱりつながっていく。まあ私は実際問題ね、メンタルマネージャーと話していてしたいのはやっぱクリスマスね、この時期あたりに皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。実際問題、うん、クリスマスプレゼントみたいな形でクリスマスイブの生配信みたいな形でねやっていきたいな。そこで当選者の方々で、その第2回大会をね、もし全然ビットゲットさんと話してません、もしできるんであればクリスマスの時期ぐらいに今年もう1回ぐらいちょっとやりたいなってぶっちゃけ思ってます。でその時はやっぱりクリスマスということでちょっと商品をね、本当に大人の方のクリスマスプレゼント良くないですか。これやっぱりね、大人の方であればお子さんにねクリスマスプレゼントを渡している方たくさんいらっしゃると思うんですけども、大人の方に向けてのクリスマスプレゼントということで、まあそうですね、用意している商品をお子様に渡す方もいるかもしれませんから、まあどうでしょう、クリスマスイブの1週間前ぐらいにねちょっとこう決着できるような、で配送をしてクリスマス前ぐらいに、クリスマスイブぐらいの前にね間に合うぐらいに発送ができるような形にしたいなと思うんでございます。そういったものも面白いかなというふうに思います。ですからその第2回第3回でね、やっぱりこう商品数を上げていくという観点でいくならば、やっぱりこうやっぱ2万テザーとか3万テザーとかね、賞金額が欲しいわけですよ、私は。そうなると、今のね、用意している商品の倍以上はね、用意できる。下手すると、30から40個ぐらいね、商品が用意できるような形になりますよ。うん、2万テザーぐらいあればね、単純計算でいくとですよ。今レベルの商品がですよ。うん。ですからそういったところもありますから、ぜひともぜひともね、この第1回大会を、やっぱり、是が非でも成功をね、させていきたいなというふうに思っている次第でございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、もし、ビットゲットさんのアカウントをお持ちでない方がいるんであれば、ちょうどこのね大会用のリンクの下に、ビットゲットさんのアカウント用リンクをね貼っておりますので、こちらでね作成をしていただければ大変、私も一応この大会に参加するためにはビットマン TV のリンクを使ってからアカウントを作ってくれた方限定なんですよ。うん。ですから今後2回3回大会があるときに、やっぱり同じようにねビットゲット専属トレード大会ですから、ビットマン TV 用のリンクを使った方限定になると思いますので、ぜひともねこちらの方からご活用いただければね大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。まあこのね大会を機にね再登録とかをしていただいた方も多分いるんじゃないかなというふうに思いますので、もしよろしければね、この再登録した方をね本アカウントとして、うん、使っていただければ、私ビットマン TV も大変ね嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。まあ第2回第3回大会をねちょっとやっぱりやっていきたいなと、先々をね見通して今大会をやっぱり成功させていきたいなというふうに思っておる次第でございますので、ここはね、本当にお願いになっているわけでございますけども、よろしくお願いいたします。皆さんでね、楽しんでいきましょう。やっぱりクリスマスの時期やっぱやりたいよねというふうにね、思っているところでございます。で、次行きます、次行きます。あとは、ちょっとね、こう、期日も迫ってきております。何の期日なのか。はい。ビットゲットさんとビットマン TV の大会だけではなくて、これはね、ビットゲットさんとビットマン TV の大会の、賞金関係。あとは商品リストも下にね、載っているような状況。はい、ここに商品リストがいっぱい載って、開いていただければ出てくるような形になります。いっぱい載っていると。で、あと一つは、期日は迫ってきております。何か、来週の、月曜日、ちょっと急遽ですけれども、こちらもね、バイビットさんの方で WSOT というね、こっちは世界トレード大会でございます。世界のトレード大会が始まります。はい、WSOT でございます。2022。去年もね、かなりの盛り上がりを見せて、終了をしていったこの大きな大会でございますね。こちらが来週の月曜日からスタートをするということで、今、私、ビットマン TV チーム、はい、参加お人数様が91名様、いらっしゃいます。はい、これはまあ私も入れてでございますから、90名の方がね私ビットマン TV チームの方に参加をしていただいているような状況になっている次第でございます。月曜日に大会開始ですけれども、一応ね7月の7日まで、はい、7月の7日、だから第2週でいいんですかね、7月の第2週の半ばぐらいまで一応滑り込みエントリーという形でエントリーはできます。で大会期間は7月の17日まで、はい、7月の17日まで大会開催期間でございますから、一応ねエントリー期間と大会期間はそういった形。もしよろしければ、こちらね、WSOT の方も、やっぱりこう100名様以上、うん、3桁お人数様以上でね、大会ちょっとこう乗り切って戦っていきたいなというふうに思っておる次第でございますので、もしよろしければ、まだね、参加をしていただいていない方、ビットマン TV チームの方でね、ぜひともバイビットさんの、はい、この WSOT2022、一緒に肩を組んでバディとしてね、戦っていただきたいなというふうに思う次第でございますので、なんとか、ご参加のほどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、このバイビットさんももしね、リンクをお持ちでない方がいるんであれば、ツイッターの、ちょっとスライドをしていただかないといけないんですけど、この場所にpartner.bybit とあります。この、リンク。
った、ビットマン TV 用のリンクでございますから、こちらをね、ご活用いただければ大変嬉しい限りでございます。あとは、動画の説明欄の方にも、リンク、バイビットさんも、そしてビットゲットさんもね、貼っておりますので、こちらもね、海外の取引所、まあ、日本の方にとってはかなり使いやすいね、海外取引所にはなっておりますので、ぜひともご活用いただければね、大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。とにもかくにも、二つの大会、が、今、直近でね、あります。まあ、ビットゲット専属トレード大会は今、やっている。はい、ビットゲットじゃ、ビットマン TV 用のですね、ごめんなさい。ビットマン TV の専属トレード大会は今やっています。それが、ほぼほぼ終わり次第、バイビットさんの WSOT がありますので、ちょっと大会がね、連チャンしてございますから、ちょっとこう、疲れるなっていうふうに思う方もいるかもしれませんけれども、まあ、いい試合がね、来るかもしれませんし、どうなるかわかりませんけれども、一応ね、年末までおそらくこの大会が終わったら、年末までは多分大会がないんじゃないかなと思いますので、まあ、基本的には年2回、やるような形にはなってるかなというふうに思いますから、ぜひともね、夏前の大人の祭りという形でね、ご参加をしていただければ大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう、行きましょう。ちょっとね、ご案内が多いので、長くなっているわけでございますけども、今日の内容なんですけども、まずは重要ニュースをお二つ行きましょう。そして、チャート分析は、ビットコイン、イーサリアム。あとは、エンジンコイン見ていきましょうか、エンジン。そして、バットを見ていきたいというふうに思います。そして、最後を締めくくるのは、リンクを見ていきたいというふうに思いますので、皆様、木曜日の第1部の配信、ぜひとも、ぜひとも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 楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッツゴー。お願いいたします。お願いいたします。行きましょう。行っちゃいましょう。まずはお一つ目。こちら。行きます。あまりよろしくないニュースですね。ビットコインのマイナーが5月の採掘分を、まあ、マイニングした分をね、すべて売却をしたというデータが上がってきております。マイナーの方々からの売り圧がやっぱりかかるんじゃないかっていう懸念点もね、ございますから、ちょっとここは共有したいニュース。行きましょう。仮想通貨市場は6月の第1週に売りの段階に入りましたと。で、まあね、今年の6月は下落幅がね、ちょっとこう、かなり、高いような状況になっております。はい。まあ、セルインメインみたいなね、言葉はありますけれども、ここ6月はね、普通そこから反転でちょっと調子が良くなってくるんですけど、今年はね、そううまくはいかないということですね。で、大半の仮想通貨が4年ぶりの低水準に落ち込んでいると。で、市況の悪化は、ビットコインマイニングの収益性にも悪影響を及ぼし、マイナーは保有するビットコインのね、生産を余儀なくされていると。で、アーケンリサーチのデータによると、マラソンデジタルやライオットブロックチェーン、まあ、マイニングの大手企業ですかね、といった上場をしているビットコインマイニング企業は、5月にはビットコイン生産量の 100% を売却と、これまでの売却量は、だいたい20から 40%、残りはだからだいたいこう取っておこうみたいな形でございましょうね。ですけれども、5月に掘った分に関してはもう全部売却したということですね。それぐらい、いわゆる経営に、が、賄えてないってことですか？で、ほら、電気量とかね。そういったものが、ちょっとこう、賄えずじまいということで、5月に掘った分は全部売却したということでしょうね。で、2022年の最初の4ヶ月間、はい、ビットコインマイニング上場企業はマイニングした生産量の 30% を売却していましたが、5月には3倍になり、6月にはさらに上昇すると予想されます。今月、まだまだ上昇するんじゃないかということですね。で、上場企業のビットコインマイナーは、ネットワーク全体のハッシュレートの 20%、まあ、そこまでね、占めてはいないと、多くはない。20% に過ぎないが、まあ、こういった方々の行動はしばしばその他のマイナーの心情も反映をしていますということですね。で、マイナーは全体で80万ビットコインを保有しており、まあ、最大のね、クジラの一つとなっていると。まあ、そうですよね。あそこ、マイケル・セイラーさん率いるマイケル・ストラテジーが12万ビットコインぐらいだったんですもんね。12万ビットコインぐらい。それを考えていくならば、マイナーの方々全体を考えると、まあ、かなり80万ビットコインぐらいありますよということですね。で、このうち上場企業のマイナーは、4万6000 BTC を保有。彼らの売りが価格をさらにね、押し下げる可能性があると。で、6月に入ってからも、状態は悪化するばかりで、ビットコイン価格は、2017年の高値である2万ドルを割り込み、4年ぶりの安値となる1万と7783ドルをね、記録しておりますと。で、マイナーから取引所に送られたビットコインの量を表す、データ指標、マイナーズトゥエクスチェンジフロー、は、6月に最高値、最高値を更新し、去年の1月以来の水準に達したと。で、コインテレグラフが報じたように、ビットコインマイナーのね、対取引所フロー比率は、ビットコイン価格が2万1000ドル以下に暴落した際に、7ヶ月ぶりの高水準を記録していますと。で、また、ビットコインの価格の下落によりまして、多くのマイニングマシンの採算が合わなくなり、マイナーは仮想通貨市場から退出せざるを得なくなったということらしいですね。で、ビットコインハッシュ価格は、テラハッシュベースのマイナー収益を表す指標。
これは各テラハッシュの計算ごとにマイナーに与えられる1日の報酬の法定通貨建ての平均値であり 1.5 年ぶりの低水準にね落ち込んでいますよと、まあ、報酬がかなりね少なくなっているということですね。でビットコインマイナーが苦境に陥りまして降伏する可能性がある時期を特定しようとする、うん、指標のビットコインハッシュリボンがね、交差していることは、はい、多くのマイナーが収益性がないために機械のプラグをね抜いていることが示されていますよということですね。まあ、言っちゃうとマイニングすればするほど損するっていうことですよ。だから電気代とかいわゆる運営費がかかりますので、それを加味するんであればビットコインに掘るとねこれね損するぞっていうところでね、一旦止まる可能性もやっぱこう あるよということを言っているんでございましょうね。でビットコイン価格が下落しマイナーがね危機的状況に陥っている時、うん、特にマイナーが諦め始めた時は価格底打ちのシグナルとしても強いという見方が多いということでございますね。はい、ですからこのマイニングのね企業マイナーの方々が今ねもう本当に売りになっている。だから上がろうもんなら一般のね個人投資家の方々ではなだけではなくて、このマイニングをやっている方々もね、いわゆる仮想通貨業界の様相が良くなってくるまで、いわゆる強気し相場に入ってくるまではちょっとね掘った分に関しては売りをかけてくる可能性がありますから、この売りやつにはねやっぱり要注意。まだまだそこをね掘ってくる可能性やっぱこうあるんじゃないかなと思うんですよね。ビットマン TV もね、やっぱり反発が弱いんで、これ少し上がってこようもんならやっぱり売りがかかってねすぐ落ちてきてしまうっていうところがあるので、今結構本当に2万1000ドルに到達するのが関の山みたいになっていますから、やっぱりね売り圧がかかっているのかなと、今のうちでも売っとけという形でやっぱり思っている方々も多いんじゃないかなというふうに思いますからね。まあそのこのマイニング企業のも含めていわゆる個人投資家の方々もねそう思っている方々が多いんじゃないかなというところで、一つねやっぱりまだまだ大幅下落には要注意でよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次は一旦ねまあ明るいニュースとして捉えておいてもいいのかなと思いますよ。ビットゲットさん、それこそ今ビットゲットさんとビットマン TV がね一緒にコラボトレード大会専属大会やっております。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ビットゲットさんが、暗号通貨冬の時期、まあまだ入っていないと思いますけどね、暗号通貨の冬にはね、にもかかわらずグローバル従業員数を倍増しているということで、まあこれはね雇用数を増やしているというところでございましょうから、まあ一ついいところかなと、世界的なね暗号資産取引プラットフォームビットゲットが6月22日、はい、暗号資産市場が低迷しているにもかかわらず今後6ヶ月間で従業員をね倍増して1000人に達する予定であることを発表ということですね。で、ビットゲットは6月22日、はい、今後6ヶ月間で従業員をね倍増して1000人に達する予定であることを発表したということです。で、2022年第2四半期の初めから仮想通貨市場全体は下落傾向、この分野で進行中だった多くのプロジェクトやイニシアチブがね短縮をされましたということですね。で、市場のボラティリティの中でネガティブな市場のセンチメントは急速な経済状況の悪化変化にね拍車をかけまして、さまざまなグローバル資産、オペレーターの人員削減、リソースの過剰雇用や配置ミスにつながった。まあ、だからどうでしょう、このね人員削減に関しては、あちらバイビットさんも削減の方針だったですね、確かバイビットさんで、あとはコインベースも削減をする方針だけれども、バイナンスであるとか今回ねニュースに挙げてるビットゲットさんは、増員していく、これチャンスじゃないかなと思いますよ。取引所にとっての力強さが今後出てくるチャンスなんじゃないかなと思います。ですからね、言っちゃうとコインベースとかバイビットさんってねやっぱり当然世界的な取引所として認知はされているんじゃないかなというところで、ここからいい人材が抜けていった時にそれをやっぱり取り込んでいく、それがやっぱりこう取引所としてのねやっぱり今後の力強さにも当然影響はしてくるでございましょうから、これは今ねある程度小さい取引所においてはかなりチャンスなんじゃないかなと。まあバイナンスさんはね雇用する方針で行くみたいなことをニュースで出してましたけれども、やっぱりビットゲットさん、今後こういったところでね、やっぱりいい人材を雇用していけばビットゲットのね力強さにもやっぱりつながっていくんじゃないかなということで、これはプラスのねニュースでございましょう。で一応この赤線だけ読んでおきましょうか。2021年初頭をビットゲットは150人の小さなチームでありましたと。で、その後2022年半ばには、だから今ぐらいですよね。今ぐらいには3倍を達成。だから今500人ぐらい働いている方がいるということですね。まだだから取引所としてはめちゃめちゃ大きいですけれどもね。実際人は少ない、あまり多くないということ。で、ビットゲットは今後製品開発と顧客サービス分野を中心として、だから今後ね、ほんとビットゲットさんがより一層大きくなっていく可能性これありますよ。普通に考えると。で、なってほしいねっていうふうに思いますよね。調査もね、上に行ってほしい、お願いします。上に行ったら私はマッチ面にねわがまま言いまくりますよ。おそらく張さんはこの150人の立ち上げメンバーの一人なんじゃないかなと思います。それこそ去年のかなり早い段階、去年の夏ぐらいだったですかね、去年の夏過ぎぐらいに、私の元にね、一応張さんの方から連絡が来て一緒にやりましょうという形でやりましたから、おそらく張さんはこの150人の初期メンバーじゃないかなというふうに思いますから、ビットゲットがね大きくなっていけばね張さんにもねやっぱりこうね、偉くなってほしいと、もうわがまま言いまくりますよ私ビットマン TV は。よろしくお願いします。で
きましょう、行きましょう。そういった意味でも、今回のね、ビットマン TV の大会、ぜひとも成功ね、していきたいなという思います。そういったことでございます。で、行きますよ。うん。顧客サービスを中心として、グローバル従業員数を1000人に拡大することを目指していると。で、年内約500人のね、新規雇用に相当しますよ、ということでございますね。なんとかね、こういったところ、うん、雇用を、まあ、増員してね、一つ、取引所として、まだまだ使いやすい、例えばアプリであるとか、皆さんね、ユーザーの方がやっぱり本当にワクワクドキドキするようなね、アプリ、取引所になってほしいな、というふうに思いますよ。やっぱりね、まあ、妥当ね、バイビットっていうふうに思っているところも、ビットゲットさんおそらくあると思いますので、妥当バイビット。うん。バイビットさんの方はね、急激に日本の方々が使いやすいような状況になりましたもんね。ですから、ビットゲットさんはまだまだ今から、やっぱり徐々に良くなってきている。去年に比べると、もうアプリなんてめちゃくちゃね、使いやすくなってます。アプリなんていうのはめちゃくちゃ使いやすくなってますから、ぶっちゃけ遜色ない。だけども細かいところがね、ちょっと気になるところがあったりすると思うので、そういったところをやっぱり改善していって、アプリのね、ちょっとこう見やすさであるとか、開いた時のやっぱりこうワクワク感ね、あとは操作性のやりやすさ、そういったところにちょっとフォーカスを当てて、より一層アプリをね、ちょっと強化していった方がいいかなと思いますよ。うん。そうすれば一つ日本でのシェアもより一層広がってくるんじゃないかなというところで、せっかくねこの人員を強化していくっていうところがあると思いますので、日本の市場にもね、さらにね、いい影響をね、与えられるようにしていってほしいなというふうに思ってる次第でございます。とにかくビットゲットさん頑張れということでね、よろしくお願いします。蝶さん頑張れ、もう私は蝶さんしか見てない。はい、蝶さん本当にトップに上り詰めてください。わかりますよね皆さんね。私蝶さんが言うことを結構ねこういろいろ話聞いたり、皆さんにねこうね提案どうですかとかね聞いてみたりしたわけでございますけども、あれ全部蝶さんから聞かれたことなんですよ。ビットマン TV さんどう思いますかとかね、一応こう意見もらってもいいですかみたいな形でもらったことも何回もあります。うん、やっぱり蝶さんが言うのはね、やっぱり上司の方がいると。うん、ですから。蝶さん別にほら、めちゃめちゃ上の方ではないけども、結構ね、決裁権は持ってるのかなっていう感じ。うん。だから私が言うようなわがままも、結構ほら、今回のね、ビットマン TV 用のトレード大会も、商品に関しては、私のあれ全部わがままで出してますから。あれも、蝶さんが、あ、もう全然いいですよ、という形で、結構決裁権もある程度持っている方かなって思います。だから、まあ、初期メンバーという話で行くならば、ある程度ね、今からビットゲットさんで推しとか増えてくればね、そして、蝶さん自体のね、まあ、いわゆる実績的なものも、こう、ぐんぐんね、積み上げられていければ、本当にね、ビットゲットの方で、本当にかなり上の方まで上り詰められるような状況になるかもしれません。そうなると、やっぱり私、ビットマン TV が言うわがまま、これはね、聞いてもらわないとね、いけないでしょ。私は間違いなく言いますよ。本当に言いますよ。蝶さん、忘れてないよねみたいなね、ことを言いますよ。よろしくお願いします。そういったことがあるのでね、まあ、本当にビットゲットさん、まあ、バイビットさんもね、やっぱりシュンちゃんとかいますから、やっぱり応援はしてますけれども、ビットゲットさんもね、何か私の中では、ビビッと感じるものがあったので、より一層頑張ってほしいなというところでね、この雇用を増やして、さらに世界的な、取引所に、本当に成長ね、してほしいなというふうに思いますよ。頑張ってくれということでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そこに乗じて、一応ね、こう、ビットマン TV の専属大会、参加をしていただける方がね、より一層増えていければなというふうに思いますので、ここも合わせてね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のご案内と重要ニュースは以上となります。そしていきましょう。本日のチャートブレーキ、パッパプー、パッパプー、パッパプー、パワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。と、一旦その前に時飛ばし。はい、それでは再開をしていきたいと思います。まずは、ビットコインですね、見ていきましょう。ビットコインなんでございますけれども、今こちら週足ですね、ただいまの価格が、2万と230ドル付近をね、推移しているような状況でございます。はい、で、まあ、出来高ですよね、言っちゃうとね、今落ちては来ているんでございますけれども、まあ見ていただいたらわかりますように、出来高がね、やっぱり依然としてまだついてきていないと、うん、コロナショックの時の出来高、ここですね、あとは、2018年のね、大幅下落を起こした最終的な、まあいわゆるセリングクライマックスが起こった時の、出来高に比べると全然ね出来高がやっぱり、ついてきていないということは、今の下落というのはまだセリクラがね起こっているような状況ではない、投げ売りが起こっているような状況ではないかなというふうに思いますので、ここはさらなるね下落には要注意でございます。そして、週足のね、長期の移動平均線というのが 22,400 ドルあたりにいますから、上がってくるとしても、まあ、今からね2000ドル幅上昇いけるのかなという感じですね。やっぱり 21,000 ドルあたりに壁がある。これは、月足のね短期の移動平均線が 21,300 ドルにあるんですよ。月足の、あ、ごめんなさい、中期。うん。中期の移動平均線が 21,300 ドル付近にあるので、これも一つのね、壁となっているのかな。21,000 ドル付近の壁になっているんじゃないかなというところで、上がってきたとしても 21,300 ドルあたりで押される。そしてそこを超えていったとしても、22,400 ドルから500ドルあたり、つまり週足の200日の移動平均線、長期の移動平均線がやっぱり壁になってね、押されてくるという可能性が当然ありますので、そこは注意でございますね。で、あとは、ごめんなさいね。ちょっと直近の話で見ていきたいんですけども、
4時間で見ていきましょう。こういった形、4時間していいとね、雲も見ておきましょうか。一応ね、昨日、一昨日あたり、上がってきた時にね、押されていった21,600から700ドルぐらいで押されていったのかな。一応21,300を超えていったんですけども。うん。ですけども、そこの圧力に負け、何の圧力に負けたのか。うん。やっぱり4時間足の雲が上に覆いかぶさっているのが、やっぱり圧力になって押されて落ちてきてしまったという要因がね、おそらくこれはあるのかなと。ただし、今、雲中突入をね、まあ、時間の流れとの経過とともに、雲中突入をしてきておりますので、その雲の圧力を一応回避はしております。うん。で、人々がね、おそらく見ているチャート形状というのは何なのかって話ですけども、おそらくですよ。うん。これ逆三尊 VS 三尊になってますよね。うん。こういった形。この右下がりの逆三尊を意識している方が多いのかなと。ちょっと一本ね、ごめんなさい、ラインがごちゃごちゃしますけれども、逆三尊のネックっていうところを考えていくならば、実態で引きましょうか。こういった形ですね、ここ。ここをやっぱりこう意識ね、今後する方も多いんじゃないかな。ですから上がってきた際には、より一層、ちょっとごめんなさいよ。より一層、いくらぐらいでしょうかね。逆三尊を意識する方が多いんであれば、より一層ね、21,000、そうなんですよ。21,000ドル。ちょうどが、今この、広い目線で見た場合の、逆三尊のね、こういった形でネックラインになっているということですから、ここでの圧力、21,000ドルでの圧力っていうのがまたやっぱりかかってくる。売り圧がかかってくるでしょう。で、あと一つは、わかりますかね。うん。三尊もこの中に作られてるんですよね。こういった形で、三尊を形成しそうな状況になっておりますから、今これ、逆三尊 VS、逆三尊 VS、三尊という状況にね、話が進んでくるんじゃないか。いわゆる神々の戦いがここで行われてくる可能性がありますから、上に関して言うと、いいですか、結論言いますよ。21,000ドルを次超えていけるかどうかが一つ。21,000を超えていければ、逆三尊成立の目が出てくる。逆三尊成立の目が出てきます。OK ですか。で、あと下に関して言うと、いいですか、下に関して言うと、三尊のネックラインが19,600ドルあたりにいるんですよ。19,600ドルあたり。ちょっと一応ね、引いておきましょうかね。この形です。はい。三尊のネックラインが、ま、ここかなという形。はい。このレベルですよね。ですから、それを加味していくならば、ちょっとごめんなさいね。19,800から19,600。まあ、いわゆる4時間の雲を割れ込んでしまうと、4時間の雲を割れ込んでしまうと、ずるっとね、落ちてくる可能性がこれはありますので、ここは注意でございますね。ちょっとラインがごちゃごちゃしておりますけども、これ消しておきましょうかね。これ消しておきましょう。はい。いきますよ。逆三尊を成立する、させるんであれば、21,000ドルを超えていけば、力強さが出てくる可能性があります。でも、さっきも言ったように、週足の長期が22,500ドル付近にいますから、ここでの売り圧に負けて落ちてくる可能性は当然ある。そして、月足の中期も21,300ドルにあるので、逆三尊成立させたとしてもちょっと上値が重いような状況、22,500ドルぐらいがちょっと関の山かもしれませんというところは意識しておいてください。で、あとは三尊ですよね。三尊を成立させるには、ここ4時間の雲を見ていけばいいかなと思いますよ。4時間の雲を割れ込んだらもうこれは三尊成立というような状況になりますから、下手すると、17,000から18,000ドル台にずれっとね、落ちてくる可能性がありますから、ここはね、注意をしておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあね、今、細かい値動きが、連チャン、しておりますけれども、ちょっとしたね、広い目線で見るならば、逆三尊 VS 三尊がね、発生しそうな状況になっておりますから、まあ、急騰。および急落にはやっぱり要注意なね、相場がまだまだ続いてきますよっていうのは意識をしておきましょう。はい、次行きます、次行きます、次はこちら、行きます、行っちゃいます。ビッツコインがキングなら、イーサリアマクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はーい。あと一つね、ビットコインの逆三尊。これは、右下がりの逆三尊でしょ？ですから、基本的にね、右上がりの逆三尊は強いんですけど、右下がりの逆三尊はやっぱりね、高値がこう、頭で抑えられている、右下がりになっているので、やっぱり、下に割れ込んでいく、下に落ちていくっていうシナリオがね、まあ、数的には多いんじゃないかなというところで、今の状況で言うならば三尊がね、勝つような感じもします。ただ、どこで急激な買いが入ってくるかわからない。それに伴ってショートスクイーズを起こしてくるんであれば、まあ、ショートカバーを起こしてくるんであれば、上に一気にパーンと1000ドル2000ドルぐらいで跳ね上がってくる可能性もありますから、そういった意味での急騰はね、まあ、ショートインをするんであれば注意をねよろしくお願いしますよということでございますね。で、次行きましょう。ごめんなさいね。次はこちら、イーサリアム。イーサリアムの価格なんですけれども、ただいまの価格が1080ドル付近をね推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しましては、まあ、広い目線で見るならばいいですか。一応見ておきましょう。週足レベルで見ておきましょうかね。週足の長期の移動平均線をもうしっかり割れ込んでいるような状況、うん。週足の、長期の移動平均線が1200ドルあたりにいますから、ここで頭を抑えられてくる可能性があります。今から上がってきたとしてもですよ。そこが一つ壁になるかなと。で、あとはビットコインもそうですけれども、イーサリアムも週足の短期の移動平均線、この青いラインです。青いラインが長期の移動平均線とね、上から下にこうクロス、いわゆるデッドクロスをね起こしそうになっておりますから、あまりにもこの今ぐらいの値位置であと何週間、1、2週間ぐらいもたつくと、2、3週間ですかね、もたつきすぎるとデッドクロス発生で上値が重くなって、うん、それもね逆三尊成立を阻む
一つの要因になってずるっと落ちてくる可能性がありますので、もう本当にね、6月後半から7月頭ぐらいにかけてはちょっと荒々しい相場が来る可能性がありますよっていうのは意識しておいてください。よろしくお願いします。で、さらに言うと、ちょっと下目線が今の段階では濃厚な相場になっていますよというところでございますから、一つまあ利益を取っていきたい方はね、ショート相場になっているかなと、上がってきた時のちょっとこうショート積み上げでね、下落を狙っていくみたいな形でやっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つちょっと意識の中には入れておいてください。今ロングはロングで怖いですもんね。どこで叩き落とされるかわかんないですから、もしロングで入るんであれば、ぶっちゃけね、今ね、あのビットコインとか、まあどうでしょう、他のアルトもまあそうかなと思いますけども、まあビットコインとかイーサリアムね、まあメインどころを張る通貨に関しては結構ね、スキャルピングやりやすいと思いますよ。だから今の値打ち2万200ドルぐらいでロングインして、もう2万400ドルぐらい、200ドルぐらいの幅を取っていくとかね、そういった形でやっていってもいいんじゃないかなというふうに思います。もう本当に 1-2% ぐらいの利益をどんどん積み上げていくみたいな形でやっていってもいいかなと。で、あまりにも狭い利幅で利益確定してしまうと手数料負けしてしまうので、 OK ですか。ちょっとある程度こう余力を持たして、利益確定をしていく、そういった意味でもスキャルピング相場としては悪くはないんじゃないかなと。ある程度一定値位置でうようよしてますからね。だからこれも、それこそ昨日私ビットマン TV がツイッターでね、上げたように、どこから入ってもちょっと細かい利益取れていけるんじゃねえのって、多分そういうことでしょう。そういうことでしょう。私もね、何気なく入れたんですけれども、2万ドル前半、2万200ドルぐらいから、本当に200ドル幅ぐらいをちょっとちょこちょこ取っていくみたいな感じでやっていっても利益は取っていけるんじゃないかなというふうに思いますから、その代わりまずいラインを抜けていったら確実にね、損切りをしていかないといけないので、その急騰急落にはね、やっぱり要注意が必要でございましょうから、そこはよろしくお願いします。で、あとはごめんなさい、イーサリアムなんですけれども、まあこれも4時間足レベルぐらいで見ていきましょうかね。はい、こういった形、まあこれもね、右下がりのちょっとこう逆三尊気味なものが意識されている。これはちょうど高値を結んだラインが、逆三尊のネックラインにはなっているかなと思いますので、まあどうでしょうかね。1170ドルを超えたとしても1200ドルで週足の長期がいますから、まあおすすめとしたら1200ドルを超えてからのね、まあロングインをして1400ドルあたりをちょっとこう狙っていくみたいな、もしくは1300ドルぐらいを狙っていくような形で、雲の4時間雲の上端値ですよね、この付近を狙っていくような形でやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあヒゲまで加味すると1400ドルぐらいまでぐっと上がってこれるような状況になるかもしれませんけれども、まあ4時間の雲でやっぱり頭を抑えられるでしょう、実体部分少なくともね、1回は、ですから、まあ値幅的には少ないですけどね、1200ドルロングインからの1300ドルぐらいを、1320ドルとか、そういったそのぐらいの利幅をね、ちょっとこう取っていくような形でロングインは一つ戦略としてはあり、逆三尊成立です。ですけども、イーサリアムも同じように右下がりの逆三尊ですから、やっぱり下に圧力として負けてきて落ちてくる可能性があります。そうなるとこうね、またこう三尊が意識されていて、ずるっと、落ちてくる、三尊のネックラインに関して言うと、このまあ一応あえて引きましょうか、引いておきましょうかね。ネックラインは、まあ、こういった形で意識されてくるかな、というふうに思いますので、ここですよね。こういった形。はい。まあ、これも一緒ですよ。4時間の雲を割れ込んでしまうと、まあ、今の値打ちからもですよ。4時間の雲を割れ込んでしまうと、三尊成立という状況になりますから、もう本当にそれこそ1020ドルあたり、もう1000ドルですよね。1000ドルを次割れ込むと、三尊成立という形で、またずるっと落ちてくる。ただ、コロナ期から引かれているサポートラインが、どのような形で機能してくるか、また次。一応、実体部分としては何とか粘ってるんですよ。ヒゲは抜けてるんですけど、実体部分としては何とか粘っているので、このコロナショックから引かれているサポートラインがね、どういった形で機能してくるのかどうかっていうのに、またまたフォーカスを当てていくべきでしょう。日足レベルで実体部分として、この右上がりのね、サポートライン、コロナ期から引かれたサポートラインを割れ込んでしまうと、前々から言っているように400から500ドル付近までの大幅下落っていうのを起こす可能性がありますので、ここはね、注意をお願いいたします。まあちょっと今はね、ビットコインはちょっとこう入れそうな感じもするんです。まあ、スキャ的にですよ。イーサリアムはちょっとこうなんかね、狭い。とにかく、動いている値幅が狭すぎるので、今はちょっとこう、やっぱりイーサリアムに関しては、静観フェーズかなと。とにかくビットコインの方を、ちょっとメインとしてトレードしていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。イーサリアムは、ま、現物をね、中心として買っていく方針で、話を進めていくのがいいかなと思いますから、FX 関係でやるんであれば、まあ、ビットコイン並びに他のアルトコインでね、ちょっと勝負をしていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。まあ、ビットコインの方が結構、利益は取れそうな感じはする。ただ、広い範囲で言うところの目線としては下目線だから、上がってきた時のショート積み上げはありかな。まあイーサリアムね、一旦こう力強さ出てくるかもしれませんけれども、ビットコインは落ちてきたらね、どの道釣られて落ちてくるでしょうというところがあるので、まあビットコインはある程度注目しながら見ておくのがいいでしょう。まあチャートを形状的にはビットコインと同じ、逆三尊並びに三尊形成が、どっちされていくのかなというところがねございますので、注目をしておいてください。逆三尊成立に関して言うと、1200ドルを超えていってから逆三尊成立で上を一旦100ドル幅ぐらいで狙っていける。
うん、三尊で言うと千ドルを下に抜けていったら4時間の雲も抜けていきますので三尊成立として落ちてくる可能性があるけれども、コロナショックからのサポートラインが機能してくる可能性がありますので冷やしレベルで千ドルを割れ込んだらさらなる大幅下落にはね要注意でよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。行きまーす。はい。エンジンコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、どれぐらいでございましょうか。0.5 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。まあ、広い目線で言うと、高値切り下げ、安値切り下げの平行の下落チャンネルを描いていたんですが、ビットコインのね、大幅下落によりました。下に割れ込んでしまいました。で、だらだらと今ね、まあ、推移をしているような状況。うん。ここで、ビットコインが下落をしてきて、ビットコインが、あちら。横ばい移動していた時にちょうどこのフェーズだったんですもんね。うん、5月の半ばあたりぐらいですよね。そこからまたビットコインが1万8000ドルあたりをつけてきた時にさらに下落をしてきた。ですから下落的に行くならば 0.4 ドルぐらいまでつけてきた。 0.6 ドルから0.4 ドル。だからどうでしょうか。6割ぐらいね落ちてきたような状況にはなる。ごめんなさい、4割ぐらい落ちてきたような状況にはなるんですけども、今一旦ねかなり短いですけども、ちょっとねこう盛り上がってきたような状況でございます。まあ広い目線で見るとまだまだですよ。全然まだまだですけど、短期的に見るとちょっとね、ここわかりますかね、右上がりの逆三尊を作ってたんですよ。それこそこういった形で逆三尊を作っていてからの成立しましたかね、ギリギリ成立したような状況にはなっておるかなと。で、今その逆三尊のネックライン上をサポートとしてなんとか持ちこたえようとしているので、これはね、もしかしたら朝食上に上がってくるかもしれません。で、あと一つちょっとごめんなさいね、雲の中、雲の4時間雲の上端値でこれね実体部分として押されているような状況ですから、今これ時間経過とともに雲をね抜けていくような形になりますので、そうなると 0.、どうでしょう、6 0.58 ドル付近かな、0.58 ドル付近までの上昇は一旦見ていける可能性がありますよっていうのは意識しておいてください。0.58 ドル。で、0.58 ドルっていうのは、ここ。このね、横ばい移動をしていた時、まあ、ディセンディングトライアングルのサポートラインですよね。安値一定値。このあたりで、ある程度やっぱり次はレジスタン。まあ、ちょっとごめんなさい。そこは追いついてないんですけど、一旦そこをこってくってね、売ってきた時の反発ポイント。ここが 0.58 付近ですから、このあたりぐらいまで一旦は上がってこれるような状況にはなるんじゃないかなというところで、エンジンコイン、ちょっとね、ビットコインが急落をしてこなければ、ちょっとロングチャンスですよっていうのはお伝えさせてください。4時間の、今、弱気の雲の中にまだギリギリいますから、次、あと3時間後、3時間後ぐらいに、今ぐらいの値位置 0.5 ドル以上で粘っていくんであれば、一旦グッと力強さが出てきて、0.58 ぐらいまで追っていけるような状況になる可能性がありますので、ここは一つね、アルトコイン。のロングチャンス通貨としては押さえておいてください。1枚あたり10円ぐらいのね利益が取れるような形になるかもしれませんので、ここはよろしくお願いします。で、損切りはやっぱりね、4時間の雲の中にもう一回突入、もしくはネックラインをね割れ込んで実体部分として割れ込んでしまったら、ちょっとこう撤退をねしていくべきかなと思いますので、あまりね希望期待をかけていくのもちょっとどうかなと。ビットコインの様子がよろしくないので、損失をねちょっと抑えたい方はもう 0.48 とかね、ちょっと余裕を持たして 0.48 とか、そのあたりを割れ込んだらもう損切りをしていく、もしくはこの陽線をつけた加担値、そうですね、 0.48 を割れ込んだら雲の加担値までもう一回ずれっと落ちてくる可能性がありますから、損切りをしていくみたいな形でやっていくのがねいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今ちょうど逆三尊、右上がりのこれは逆三尊ですから強さが出てくる可能性がありますので、ここはねよろしくお願いします。まあちょっと細かいですけどね、この1万あたり10円ぐらいの利幅が取れていける可能性がありますよっていうのはお伝えさせてください。広い目線ではね、ちょっとまだまだ強気相場は来ないかなというふうにね思っているところでございます。はい、で次行きましょう。次はこちらバットですね。行きまーす。バットなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.39 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては週足でございますね。週足と、あとは日足を見てほしいなというふうに思うんでございますけれども、いいですか。今これ 0.39 ドル、週足の長期の移動平均線がちょうど 0.44 ドルぐらいにいるんですよ。ここまず OK ですね。だから、上がってきたとしても上値を抑えられるレベルが 0.44 ドル。そしてあと一つ、日足ですね。日足の雲を見てほしいんですけど、日足の雲の加担値今上がってきてるんです。あのね、バットこれここなんですよ。ビットコインが、横ばい移動していた時の値位置ぐらいまで今ね、ちょっと戻ってきた。ですから、バット単体で見るならば、そこまでね、ビットコインの下落の影響を受けていないんですよね。今、ちょっと戻ってきましたから、5月半ばぐらいまでの値位置まで。ビットコインが横ばい移動していた値位置まで戻ってきましたので、単体で見るならば、ちょっと力は強いですよ。OK ですか。で、じゃあ、
あの、今、ロングインを仕掛けるのかって言ったら、今じゃないです。今は、さっき見た週足の長期がやっぱり頭として抑えになる。あとは、日足の雲の形っていうのがちょうど同じぐらいの値位置にいるんです。0.43 ドル付近ですから、これ、バット単体で見るならば 0.44 ドルを実体として超えていければ、まあ、とにかく日足レベルで、雲中突入してくれば、力強さが出てきて 0.55 ドル付近まで、利益を伸ばしていけるんじゃないかなというところがね、ありますので、バットちょっとね、注目しておいてもいいかもしれません。4時間であるとか、1時間足レベルは特に問題がないので、週足と日足、まあ、特に日足のね、雲の中に突入してきたらゴーサインかなというふうに思います。0.44 ドルを超えていけば、ビットコインが横ばい移動をしていた、横ばい推移をしていた時に、ちょうどバットもレンジ組んでたんですよ。レンジの、いわゆる上端値、いわゆるこのね、頭を押さえつけ、もうちょうど一番上。うん。それも 0.44 ドルぐらいに被ってますから、0.44 抜けていったら真面目にチャンスですよっていうのは押さえておいてください。そっからの 0.55 までの上昇がね、期待が持てるでしょうから、もし短期 FX でロングインをしたいんであれば、これは勝負のね、かけどころ。やっぱりここは、トレードをしている方であれば、一つ勝負をしていけるようなね、場所にはなるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。もし、抜けて、0.44 抜けていけば、おそらく短期の移動平均線、日足レベルで追いついてきてると思いますから、まあ、それを割れ込んだら損切りするとか、あとは、日足の雲をもしね、実体として割れ込んでしまったら、まあ、損切りをしていこうかいな、みたいな形でやっていってもね、いいかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。あまり長く持ちすぎると、ビットコインがね、落ちてきた時に、おそらくつられ落ちしてくると思いますから、もしね、朝食、まあ、ビットコインが今の値位置でうようよしていくんであれば、上がってきた時に 0.55 までいけるかなと思いますので、ここは、堅実に利益確定をね、していくところかなというふうに思いますから、よろしくお願いいたします。バットちょっとね、チャンス通貨になり得ますっていうのはね、押さえておいてください。はい。で、今日の最後行きましょうかね。今日の最後は、リンクをね、見ていきたいなというふうに思いますよ。リンクどこにいるかな？いました。はい、こちら行きまーす。リンクなんでございますけれども、ただいまの価格が、6.94 ドル、まあ、7ドル付近をね、推移しているような状況になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しては、ちょっとこれ、ね、まあ、荒いんですけども、まあ、どうでしょう。ダブルボトム的なものをね、こう形成している、まあ、ダブルボトムですね。一回急落してきてからのボトム作って上がってきた。ですけれども、押されて落ちてきて、またボトムを作って上がってこようとしておりますから、ちょっとこう、ダブルボトム的なものがね、こう作られてくるのかなと。で、当然、そうなると、やっぱりここですよね、10ドル付近でございましょうか。この付近。ちょうど、今ね、盛り上がってきて、雲、日足の雲の形も邪魔になってる。雲中突入してきたとしても、今からすんなり上がってきて、雲中突入してきたとしても。でもね、これね、ダブル、広い目線で見た場合のダブルボトムの中に、こう短い、時間軸でも、こうダブルボトムをちょっとこう作ってるような感じもしますからね。ある程度、ここ、日足の中期ですから、7.43 ドル、7.5 ドルぐらいを抜けていければ、7.5 ドル付近を抜けていければ、この短い時間軸におけるダブルボトムも形成されて、ぐっと上にね、上がってこれるんじゃないか。だけれども、日足の雲がちょっと邪魔になりますから、一旦8ドル付近で抵抗される可能性があります。ですから、もしダブルボトムのネック狙うならば、8ドルからロングインをして、このネック、いわゆる 9.5 ドル付近を狙っていくっていうのがいいかなと。で、一つね、どうでしょう。8ドルから 9.5 ドル、1万あたり1ドルぐらいの利益がね、取れていけるようなフェーズが来るんじゃないかなというところでございますね。で、まあ、本チャンで入れていくのは、この 9.5 ドル、まあ、10ドルあたり。10ドルを抜けていけばね、この邪魔な日足の雲も抜けていきますから、10ドルを抜けていけばロングインチャンスとして捉えておいてもいいでしょう。その際は、どうでしょうかね。ちょっと他の時間軸も見ていきましょうか。週足、ここもあります。うん、週足レベルでね、この上のヒゲで押されてますから、これは、この前のフェーズ、大きな上昇を起こす時のサポートラインとして機能していたラインがまだ生きてるんですよね。ちょっと今点々線で入れてます。ちょっと水平線入れておきましょうかね。はい、ここ。ですから9点、やっぱり 9.5 ドル付近っていうのはかなり重要なラインかなと思います。ここ抜けていけば、力強さやっぱ出てくるんじゃないんですか？こういった形。はい。大相場がね、始まっていった時の、起点となる場所、として、ちょっとこれ消しときましょう。起点となる場所として、ここは認識されているかな、というふうに思います。はい、ここでサポートされて、ぐっとね、上がってきた。うん。それが、今もまだ、うん。今もまだね、ヒゲをつけて押されているような状況ですから、さっき見た日足レベルのダブルボトムのネック、9.5 ドルを抜けていけば、まあ、雲がちょっと邪魔になる可能性がありますけども、上が開けてぐっとね、12ドル半ばぐらいまで一旦は上がってこれるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは意識をしておいてください。この底部分ですよね。このあたりぐらいまで上がってこれるんじゃないか。さらに抜けていければね、18ドルぐらいまでのぶち抜きっていうのがある可能性がありますから、まあ一つ、10ドルあたりから勝負してみて、12ドル。そして、半利確ぐらい、もしくは3分の2利確ぐらいして残りを、うん。まあここまで上がってくれば結構力強いね、相場が取り戻されていくんじゃないかなというところがございますので、はい、それがありますか。日足の長期がどうなるかですね。ちょっとここ邪魔になるかな。うん、10ドルを超えて9.10ドルあたりを超えていったから、
12.5 ドル、そして15ドル付近、そして18ドルっていうところが見ていけるでしょうから、まあ、2、3ドル幅ぐらいで利益確定をちょんちょんちょんとしていくのがね、いいかもしれません。まあ、とにもかくにも、ロングインの推奨場所は10ドル超えから、がいいかなというふうには思っておる次第でございます。もし小幅でもいいなら、8ドルからまずは 9.5 ドルを取っていく、雲中突入してきてから、このダブルボトムのネックを取っていくみたいな形でやっていってもね、いいかもしれませんので、そこはね、一つ押さえておいてください。安牌を切りたいんだったら、雲を抜けてからね、ロングインがね、推奨でございましょう。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんて来ました。なんとやっぱりね、これね、スキャルピング取れそうですよね。2万と340まで上がってきてますから、ちょっと落ちてきた時にね、2万200ドルぐらいでロングインをして、まああまり多い玉量じゃなくてちょっと細かく、例えばね、ちょっとレバレッジかけて1ビットとか2ビットぐらいかけて100、200ドルぐらいの幅を取っていくみたいな感じでやっていけば、ある程度細かくね、往復で取れていけるんじゃないかなというふうに思いますので、まあもしね、ビットマン TV の専属トレード大会やっている方で細かくね、利益を積み上げていきたいなと思う方は、一つ戦略としては今の試合ありかもしれませんから、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の配信以上となります。で、チャンネル登録者様が1万と854名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとかコメント等、こちら要因でもうちゃんとね、読まさせていただいております。こちらがちょっと解説じまいなんですけどもね、これ昨日も言いましたけれども、私のね、兼業している仕事の方がちょっと夏前でかなり準備が忙しくて、ちょっとね、夜の配信の収録がね、今できずじまいなんですよ。ですからこうちょっとこうね、一回配信が続いていくような形になりますけれども、ここはね、ぜひともちょっとご理解をね、いただければと思います。まあ初めてね、もし聞かれた方がいるんであれば、基本はね、1日2回配信をしていたんでございますけども、今ちょっと1回配信がメインでございますので、まあこの1回配信ね、全て私の全てをぶち込んでおりますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。だから今日の第2部配信もちょっとどうなるか分かりませんので、まあ毎回言っておりますけども、できるんであればやっていこうかなというふうに思いますから、ここはね、よろしくお願いいたします。やる際はね、突然バーンと流しますので、よろしくお願いいたします。あとね、初めて聞かれた方、ぜひともね、チャンネル登録のほどもぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では。